蜂須賀小六正勝、野武士の荒くれ頭と思ったら意外に心配性の頭脳派でした。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は蜂須賀小六正勝について紹介していこうと思います。三河の国の矢作橋。蜂須賀小六といえば、三河の国岡崎は矢作橋での日吉丸、後の豊臣秀吉ですとの出会いが有名です。橋の上で眠りこけている日吉丸の頭を通りかかった野武士の頭の小六が一蹴り、起き上がった日吉丸、恐れげもなく小六をにらみつけ、人の頭を蹴りて挨拶もなしとは無礼なり、詫びていけ。小六はこの小僧面白いやつとその場で手下に引き入れ、初手柄を見せよとけしかけます。日吉丸はすぐさま橋の東に店を構えた味噌屋の松の木によじ登り、内から門を開いて小六の一味を引き入れとおなじみの場面ですが、実はこの話、後世の創作なのです。竹内角斎筆の絵本太閤記に出てくる逸話の一つで、絵本太閤記とは豊臣秀吉の生涯を描いた一大記、江戸時代寛政年間の大ベストセラーです。では本当の蜂須賀小六はどんな人物だったのでしょう。今日はそんなお話など。蜂須賀島の誕生。蜂須賀小六は尾張海東郡蜂須賀郷の土豪の家に生まれ、畑を耕したり野山に獣を追ったりして暮らしていました。しかし天文12年1543年、17歳の時に兄八右衛門と共に故郷を出て、亡き母の実家庭郡宮後村の安井家に移っています。当時尾張の国に勢力を振るっていた織田信秀が蜂須賀郷を我が物にせんと企み、蜂須賀家を圧迫してきたのです。家族散り散りに逃げ延びた小六は、信秀憎しとその頃信秀と対立していた美濃の国の斎藤道三の傭兵となります。この時小六は初めて戦場に立ちました。食うためにその後も傭兵家業を続けた小六でしたが、やがて宮後村周辺の土豪や木曽川沿いの人足たちを集めてその頭に収まりました。世に言う蜂須賀島の誕生で千人の荒くれ男たちを配下にしたのです。信長、秀吉との縁。その頃兄の八右衛門が宮後村と隣り合った郡村の土豪生駒家から嫁を迎えました。生駒家は灰と油を扱う大店でもあり、兄の縁で小六の蜂須賀島は生駒家の二田の護衛につき、尾張から美濃、伊勢、三河まで足を伸ばします。この生駒家にはもう一人、嫁ぎ先で夫を亡くし戻ってきている娘がいました。この娘の美しさに惚れてしまったのが、なんとあの織田信長。生駒家に立ち寄った信長に湯茶の接待をしたのが縁でした。この女性こそ信長が生涯にただ一人愛した女性といわれる生駒氏です。これ以降信長は鷹狩りなどにかこつけて生駒氏のもとに通い詰め、やがて嫡男信忠が生まれます。ここで小六と織田家の間につながりができました。織田家に仕えることになった小六は、織田信長による美濃侵攻にあたって須の又城築城で人働きします。信長から築城を命ぜられた木下藤吉郎、秀吉が千の手下を抱える小六に助けを求めてきました。須の又の地は大小の河川が入り乱れて流れる沼地で、城のような大きな建物を築ける土地ではありません。最初のうち小六はこの頼みを相手にしませんでした。土地の様子をよく知っていましたし、第一そこは敵地だったからです。しかし藤吉郎の弟小一郎、秀長がやってきて頭を下げました。秀長の朴訥で正直な心根に感じた小六は、蜂須賀島千を引き連れ築城に協力します。他の土豪衆と協力して短期間で城を築き上げた小六は、これより秀吉配下となり戦場をかけるようになりました。意外に頭脳派。蜂須賀小六、
正勝といえば怒号上がりの荒くれ者、腕っぷしばかりが強調されますが、この人意外にも頭脳派なのです。本能寺の変の後、秀吉が大急ぎで都へ戻る途中、姫路城で城に蓄えてある金銀米穀を家臣たちに分け与えますが、その時に城の金奉行、米奉行、蔵奉行を指揮したのが正勝でした。天正13年1585年6月の秀吉四国征伐には黒田義隆と共に戦目付の役割を務めました。大阪にいた秀吉の目となり耳となり口ともなりました。長宗我部元親との降伏交渉も正史の宛名は総大将羽柴秀長でしたが、実際の交渉は正勝が行ったようです。講和が成立した後、元親から正勝に送った親書の中に、今後もご指南をお願いしたいとの文が見られます。徳島市立徳島城博物館蔵八須掛文書より。秀吉の軍師というと竹中半兵衛、黒田官兵衛が思い浮かびますが、正勝も外交交渉に活躍し、なかなかの策略家でありました。敵将を籠絡して寝返らせたり、四国征伐では土着の武士を懐柔して道案内をさせたり、戦後の講和の折衝や城地の受け取りなども正勝の得意分野でした。その昔、千の無頼のものをまとめたのも度胸と誠意を兼ね備えた対人術だったのでしょう。五六、お殿様になる。天正九年1581年、信長に命ぜられた秀吉の中国攻め半ば、播磨の国平定に成功します。秀吉は正勝、五六に辰の5万3000石を与えます。長年苦労を共にしてきた正勝の功績に報いようとしたのです。怒号での正勝が晴れて一国一城の主、お殿様になりました。その後も秀吉に従って働き続けた正勝は、四国平定がなるとその功績を認められ、阿波一国18万石を与えられます。大層な出世ですが、正勝はこれを断ってしまいます。もちろん感謝もしたし嬉しかったでしょうが、心のどこかで当惑する思いもありました。わしはもともと野山を駆け回っていた伝布野人、殿様になって進化の礼を受けるなど尻がこそばゆいわ。というわけで、病気を理由に阿波の国は息子の家政に与えられるよう願い出て承諾されました。阿波の殿様八須賀公の誕生です。天正12年1584年、正勝は秀吉家中の筆頭格の老臣となります。同時に大阪城のすぐそばに新しい屋敷を賜り、側近として毎日登場します。家督はすでに息子家政に譲っていました。意外に心配性、息子が18万石の大名になったのですから楽隠居を決め込めばよいのに、正勝はさまざまに息子のやることに口を出します。息子家政がよほど可愛かったか、出来が悪かったのでしょう。つけてやった牛田又右衛門の嬢や林五郎兵衛の嬢、他の家臣団宛に書状をしたためました。阿波の国の様子はいろいろ一緒にまとめて阿波の神家政に申し渡してあるが、地元の黒人衆、新しく召し抱えた浪人衆が家政に従うか危ぶまれるので補佐が大事である。家政は若年なので諸事気にかけ意見をするように頼む。手に余ることがあれば私に知らせるように。同日の書状に阿波の名刹常禄寺、徳島県常禄町に寺領200石確定することを伝え、家政の配慮であると伝えるようにとも書きました。なんかうざの一言で片付けられそうですが、夜年波には勝てず、年のせいもあり病がちになった正勝は秀吉の許可を得て京都に行き、料理を招いて養生しました。その甲斐あって証拠を得て大阪に戻りましたが、やがて寝つくようになり、天正14年1586年、大阪城外の牢の騎士の屋敷で亡くなりました。八須賀五六というと信氏の棟梁のイメージばかりが強く、また秀吉の家臣としては加藤清正、福島正則、軍師としては竹中半兵衛、
黒田官兵衛と有名どころが揃っているので、正勝の存在は忘れられがちです。しかし藤吉郎の時代から秀吉に寄り添い、実直に職務を務め上げた生涯でした。阿波の殿様八須賀公が今に残せし、阿波の殿様八須賀公が今に残せし阿波踊り。この有名な阿波踊りの歌詞から、八須賀小六って徳島の人じゃないのって思う方も多いですが、実は尾張の国の人なんですね。初代藩主家政は阿波の国を治めるにあたって、秀吉の指示通り新しく徳島城を築城しました。初めて入城するとき、今日はめでたい日、無礼講じゃ、皆の者好きに踊れとのお触れを出したところ、領民は話せる殿様じゃと競って踊り出しました。これが現在に伝わる阿波踊りの始まりと伝えられています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。